のですね、なんかすごいものを発見しました。こちらで何かをやっている方がいらっしゃったので話を聞いてみました。30センチの距離でお楽しみくださいって書いてありますけど、すいません、これ一体何ですか？マジックやってます。マジック？ヒロキです。ヒロキリョウさんです、はい。これ何のマジックですか？ヒロキリョウさんです。カードマジック、じゃあなんか、はい、あの何か見せていただいてもいいですか？はいはい、またまた無茶ぶりありがとうございます。じゃあなんか簡単なマジックを見せていただくことですね。はい、お好きなカード、はい、好きなカードじゃあ、じゃあこれ引きたいと思います。はい、すみません、見てください。あ、これ動画に載せてもいい？いいですよ。ただ皆さん見ると僕も見えちゃうんですけど。あ、そうや。じゃあこれですよ、皆さんちょっと覚えておいてくださいよ。いいですか？はい、じゃあお好きなカード。はい、一番、はい、今まだひろきさんは見てませんよ。はい、はい、はい、あ、そうそうです、そうです、そうです、合ってます。大丈夫ですか？オッケーオッケーオッケー。ちょっとシャッフルします。はい、巻き戻しして、シャッフル。で、裏と表をバラバラに切り混ぜます。はい、裏と表をすると、なんだかややこしいことになりそうなんですね。はい、はい、わかんないですね。ね、裏のところとか、そうですね、表のところとか、うん、背中合わせのところとか、はい、はい、はい、この状態から向きを揃えて、はい、もう覚えてもらったから、はい、どのくらい時間かかるんですか？ちょっと結構時間かかるんじゃないですか、これ。わかんないですよ。マジシャンなんで、そんなにお待たせしないです。はい、どうぞ、もうちょっと寄っていただいて。あ、じゃあ、はいはいはい。いいですか？手のところ打ちちゃう。はい。すると、はい、が全部揃って、はい、覚えてもらったカードが、あ、あ、もう皆さんちょっと、当たってますね、これ。スペードのクイーンでしたね、皆さん。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがマジシャンですね。はい、そうなんですね。ドリフでやり始めたのは半年です。おー、素晴らしい。はい、で2016年漢字一文字表すと何ですか？蝶です。挑む、挑戦の蝶にします。おー、その心は？ですね、去年半年ぐらい前から僕はマジシャン活動でドリフでやってるんですけど、はい、もっとそこを展開したいなとか、他の見てみようとしたいな、このマインドにチャレンジしたい。新しいことにチャレンジしたいということで、ヒロキリョウさん、皆さん応援してくださいね。はい、ありがとうございます。最後にクルミポーズで、このポーズで終わります。ありがとうございます。クルミポーズ、ありがとうございます。ヒロキリョウさん、素敵なマジックありがとうございました。チャンネル登録よろしく。